Q25 路線の急行バスとして運行されているニューフライヤー C40LF200 型。アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシクイーンズ区において、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティは、多数のバス路線を2つの異なる公共交通機関のブランドで運行している。路線の一部は、かつての路面電車の路線を直接継承したものである。以下の表は、またが運行している。 バス路線のうち、路線名の始めに、9月期主にクイーンズ区内を通るとみなされている路線の詳細を示したものである。路線名の始めに、他の文字がつくものについては、それぞれ別記事を参照されたい。各路線には、運行者の記載がついている。アスタリスクのついた路線は、24時間運行が行われている。経路については、分岐のある箇所を除き、 路線全体を示している。2010年6月27日、または一部の路線を廃止した際に、ダラーバン業者に廃止路線の一部の運行を継承することが認められた。具体的には、974と979の継承が認められた。新運賃は2ドルとまたの確定バスの2.5ドルより値下げとなったが、他のまたバスへの無料の理解はなくなった。ダラーバンには、 ジャマイカセンター駅から運行される路線もある。こうした路線の中には、ファーロックアウェイへ向かう913やグリーンエイカーズモールへ向かう985のようなバス路線に沿う形で異なる移動手段を提供している例もある。2011年12月、市議会議員のリロイ・コムリーはニューヨーク市当局に対し、ナラーバンのための登録停留所を設け、 交通量を緩和させるとともに、ダラーバンが、またバスの障害とならないようにすべきだと主張した。ダラーバン専用の乗降用停留所は、15サード、ストリートアーチャーアベニューの角や、パーソンズブールバールのアーチャーアベニューから、ジャマイカアベニューまでの区間などに設けられている。1988年12月11日、ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅の開業に伴い、 ブルックリンを通る B 路線の一部がクイーンズを通る Q 路線として扱われることになり、その他の多数の路線で番号変更やその他の変更が行われた。廃止された Q 路線の大部分はナイクタが運行していたものであったが、一部にはクイーンズの主企業が運営していたものもある。ありがとうございます。